ビルトシンは割と手軽に使えます。私は片面のり付きタイプを愛用しています。こんにちは、うさんこです。今日はキルト芯を使ってバッグ作ります。片面のり付きタイプです。今回こちらのね、無地の麻の生地が表布、裏布はこちらの柄物になります。裏といってもこんな感じでね、袋口のところに裏布が見えます。まちは6センチ取ります。表布のサイズは29センチ×41センチ、29センチ×41センチです。表布は無地なので1枚です。裏布、今回柄に向きがあるものを使います。なので半分に分けて2枚用意しています。サイズは29センチ×30センチ、29センチ×30センチです。次は持ち手18センチ×46センチ、18センチ×46センチです。続いてキルト芯、29センチ×56センチ、26センチ×56センチです。裏布から縫い合わせていきますね。柄の向きに注意してください。袋口から上の部分の布がこうちょっと出ます。こんな感じに出るので柄は逆さにして縫い合わせていきます。柄に向きがある際は注意してくださいね。中表に合わせます。そこを縫い代1センチで縫い合わせてください。縫えたら縫い代を開きます。縫い代をアイロンで開いた後、両サイドを1センチ折って跡をつけてくださいね。両サイドに1センチ跡をつけておくのがポイントです。そしてキルト芯を貼っていきます。中心を合わせるのですが、キルト芯の中心に小さく切り込み印を入れておきます。こうすると中心と中心が合わせやすいです。キルト芯ののり面の上に裏布を、表側を上にして重ねていきます。中心をぴったり合わせてアイロンで貼り付けていきますよ。キルト芯は接着芯より気軽に貼れるのがいいですよね。キルト芯が貼れました。そう、サイドなんですけどぴったり1センチ残るはずが、ちょっとね、片側だけ幅広く残っちゃいました。中心から等距離になるようにこのタイミングで調整しておいてくださいね。ちょっとね、こっちが1センチより多く折らなければいけなかったので、もう一度跡をつけ直しておきます。ここで中心から端までの距離をしっかりと合わせておいてくださいね。ここで合っておけば大丈夫です。次は中表に合わせてサイドを縫い代1センチで縫っていきます。サイドを縫い代1センチで縫いますが、縫う際は袋の口のところ、折ったところは広げておいてくださいね。ダダダッとミシンで縫っていきます。縫えたら縫い代をざっと開いて、サイドの縫い目と底の中心を合わせます。6センチのまちを作っていきますよ。まちは3センチ×3センチ×6センチです。まち縫えたら底に倒しておきます。カットしてもいいんですが、まあこれぐらいなら倒しておいてもいいかなと思います。次は表布、表布も中表に合わせてサイドを縫い代1センチで縫います。縫い代1センチです。縫った後まちを作ります。縫い代1センチで縫った後、6センチのまちを作ってくださいね。まちができたらまちはサイドに倒しておきます。カットしても構いません。次は持ち手です。裏には接着芯が貼ってあります。今回持ち手の端が外に出るので、いつもとは違う作り方をします。接着芯を貼った裏面の中央が山型になるように
ダブルに折ってくださいね。均等になるようにダブルに折った後、端から1センチのところを縫います。両サイドを縫えたら表に返していくんですが、角と厚い部分をカットしておきます。で、表にひっくり返して形を紐状に整えて、アイロンかけて形整えてくださいね。サイドを縫います。この作り方とっても簡単ですよね。覚えておくと便利です。両端きれいな紐ができました。紐もできたので、いよいよ組み立てていきます。表布を表に返します。表布を表に返したら、裏布に重ねていきます。この作り方だと返し口は必要ないんですね。これでバッグの形がほぼ出来上がりです。袋の部分を6センチになるように折っていきます。端から1センチ折ったところは除いて6センチです。形を整えました。この幅が6センチです。で、1センチ後ろに折り返しています。表布と縫い合わせていくんですが、この部分は手縫いでもいいし、私は今回両面接着テープを使って貼り付けちゃおうかなと思います。このね、1センチのところに両面テープを貼ってアイロンでくっつけてみます。手縫いしてもいいですからね。今回はね、せっかくなのでこれ使ってみます。アイロンで貼り付けるの楽ですよね。で、次は持ち手、中心を合わせて袋口から7センチのところに固定します。上のところを3センチぐらいの四角で縫うんですが、袋口のところから5ミリぐらいのところで3センチぐらいの四角長方形を縫っていきます。中央はバッテンでもいいですし、縫わなくてもいいです。私は斜めに縫う予定です。できました。完成です。わー、ちょっといつもと雰囲気違っておしゃれに見えませんか？サイドはバッテンじゃなくて斜めだけに縫いました。袋口はキルト芯が入っているので、ちょっとね、ここだけ立体的に見えます。割とね、ガバッと開いちゃうので、もしかしたら袋口にボタンがある方がいいかなと思う方がいるかもしれません。お好みでボタンつけてくださいね。割と荷物を入れると収まりいいんですけどね、お好みでボタンはつけてください。可愛くできて嬉しいです。可愛いので皆さんもぜひ一度作ってみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございます。 Twitter、Instagram もあります。サンコチャンネルで検索してみてくださいね。また別の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね、バイバーイ。